岡県南部に位置する筑後。この地域を流れる筑後川、矢部川が作り出した平野部が広がり、古くから稲作が行われるなど、人々の暮らしを支えてきました。そんな筑後地域が今年アジア都市景観賞に選出されました。これはアジアの人々にとって幸せな生活環境を築いていくことを目標とし、他都市の模範となる優れた成果を上げた都市、地域、プロジェクトなどを表彰する国際賞です。なぜ筑後地域がアジア都市景観賞に選ばれたのでしょう。そこには地域の人々の草の根の活動がありました。九州最大の河川、筑後川。大分、熊本、佐賀、福岡の4県にまたがり、その長さは143キロにも及びます。この筑後川流域の景観の保存に取り組んでいる団体があります。筑後川まるごと博物館です。日本最大の博物館だと思ってます。4県にまたがる博物館ですから、はい、まるごと博物館です。筑後川まるごと博物館の主な活動は、筑後川流域の自然、文化、歴史、産業などの情報発信です。昔の橋の写真であるとかですね、こちら川で子どもたちが遊んでいる写真、今はもうこんな姿見られないですよね。筑後川はたびたび氾濫を繰り返してきました。昭和28年には町がすっぽり水に浸かったこともあります。そうしたこともまずは知ることで理解が深まり、興味も湧いてきます。知りたいという思いが、そういう思いを我々がこうつまみ上げてですね、そして知りたい体験をする、知る体験をしたりしていただいたり、そういったところへ一緒になって連れて行って、我々も勉強するというようなことを積み重ねることが必要だなというふうに思いますね。筑後川流域では他にもさまざまな団体がそれぞれの活動を通して筑後川の保全に取り組んでいます。それらの団体は互いに連携し、地域を超えた活動に広がっています。筑後川の、この素晴らしい自然、独特の自然環境をぜひ味わってほしいですね。それも四季折々がありますから、何回来ても楽しい、はい、でいろいろ知りたいことがどんどん深まっていくという、そういう、川だと思います。ぜひこの素晴らしい筑後川に、ぜひおいでください。素晴らしいです。筑後川の南部を流れる矢部川に育まれた矢部市福島地区、江戸時代後期の町屋が今も多く残っています。この白壁の町並みの保存活動を行っているのが3つの NPO からなる八女町屋ネット。そのうちの一つ、八女空き家再生スイッチでは、現在明治20年に建てられた役所の修復にあたっています。なんか泥が言うことを聞いてくれるときと聞いてくれないときと、硬いのがあったりロープがあったりここの建物がそういう軍部とこの建物をつなぐ、かつ海外とつなぐような由緒ある建物だったということが分かってきまして、それを現代的にですね、私たち自身だけではなくて、そういう八女全体の方たちに使っていただきたくて、ひいては海外とか、全国の方にも知っていただきたい、そういう方をつなげたいという思いで改修を進めています。実は福岡県と筑後地域の12の市町では、平成18年に筑後景観憲章を制定し、
景観づくりの基本理念や取り組み方などを定めています。そして県と矢部川、筑後川流域市町村と住民、まちづくり団体や NPO が一体となって、川や海、田園、山々など筑後特有の美しい景観を守り育てていくために、風致景観のルール作りに取り組んできました。こうした全体の取り組みが評価され、今年のアジア都市景観賞に選ばれたのでした。まず一度やめに来ていただければと、一度来ていただくと何回も来たくなる街というふうに思っていただけるんじゃないかというふうに思いまして、まあ、ゆったりした環境を楽しんでいただける方が来ていただけると嬉しいなというふうに思います。地域の人たちが大切に守り育ててきた筑後の景観、日本人の心の故郷にぜひお出かけください。